札幌の初夏の風物詩、よさこいソーラン祭り。去年は道内外279チームおよそ2万8000人の踊り子が参加し、211万人の観客が訪れました。今年も国内外からおよそ280チームの参加が決まり、6月10日から開かれる予定でしたが、今日組織委員会や市などが先の見えない混乱が続く中、祭りを開催することに市民の理解を得られないとして今年の開催を中止すると発表しました。1992年から始まり、これまで28回行われてきましたが、中止は初めてです。小学生の頃からよさこいを続けてきた踊り手の武田さん、ファイナル進出常連のチームで迫真の演舞を今年も披露すべく練習を重ねていました。なぜか不思議とこう泣きそうな気持ちっていうか、すごく寂しい気持ちには本当になりました。だから本当は6月とかも中心にならなければ、よさこいで元気を与える、何か伝えられるものがあったらいいなって思っていたんですけど、市や組織委員会は今年の秋ごろまでに新型コロナウイルスの感染が収まれば代わりのイベント開催を検討したいとしています。一方、北海道神宮も新型コロナウイルスの影響で6月14日から行われる神宮例祭で最終日の神輿渡御などを中止することを決めました。また来月20日から札幌大通公園などで予定されていたライラック祭りも中止が決定。これに伴い道産ワインを楽しめるワインガーデンも中止となりました。さらに世界各地で感染が広がっていることから、音楽の祭典 PMF パシフィックミュージックフェスティバルの開催中止も決まりました。新型コロナウイルスの感染収束が見えない中、道内各地のイベントが次々と中止に追い込まれています。